日東交通機密運輸営業所は、千葉県木更津市築地に位置する、日東交通の営業所である、機密市内循環線路線バスは一路線のみを運行する。その他、機密市、富津市にある、日本製鉄及び関連施設の特定バスの運行を受託している。2018年3月17日より、東営業所が管轄する路線で、パスモなどの交通系、 IC カードが導入された、機密市内循環線、編集機密市内を、車文字上に運行する循環路線である、八重、原、大和田、旗沢各地区の社宅を経由するなど、日本製鉄への通勤路線の意味合いも強い。機密健康センターは、日中の約半数程度の便に限り経由する、水道山下経由は1日1往復のみ。 日本製鉄系列の日鉄ビジネスサービス千葉からの委託により、日本製鉄機密、普通への出退勤路線などを運行しているが、下記ルート以外の詳細は非公開となっている。停留所についても、一般のポールと異なり、ライトグリーン調の専用ポールが使用される。日東交通の全営業所の中では唯一、ハイヤー事業も行っているが、利用客の対象を、 日本製鉄関係者に限定しているため、一般客の利用はできない。日東交通の他の営業所の車両とは違い、路線車はエルガミを除き、クリーム地に黄緑と赤帯の貸切色というカラーリングである。所属車については、以下の通りだが、機密、フッツ量子の日本製鉄関連施設の特定輸送用、あるいは校内輸送専用車として、ここに記載した以外の車種も存在する。 IC カードで利用できる路線が増えます。日東交通。2018年3月8日閲覧。木更津運輸営業所。普通運輸営業所。平岡社湖では2017年3月20日に。導入済みのため。東営業所では1年遅れの導入となった。事業部紹介。厚生事業部。日鉄ビジネスサービス千葉。2019年4月9日閲覧。AB。 秘密製鉄所、福利厚生採用情報。日本製鉄。2019年4月9日閲覧。1950年から1960年代は、立山地区、鴨川地区でもハイヤー事業を行っていた。エビーバスラマ、インターナショナルナンバー129、バス事業者訪問ナンバー151日東交通、ポルト、出版。2011年。ありがとうございます。